お疲れ様です。今日最後こちらラバープリンスやっていきます。さあ、なんかめちゃんこ強そうな現環境っぽいデッキを、ね、見つけたので今日はこちらやっていきます。でラバデッキなんですけど、まあ、バルーンもディガーもない、デッキですね。はい、なのでなんで削るかっていうと、まあ、ラバですね。はい、ラバ削りね。まあ、ダガーに対してはラバがだいぶ刺さるんで、まあ、あとね、はい、環境壊れのプリンスが、まあ、たまたま勝つんのね、はい、突進入ればねありがたいなと言ったところで、まあ、ラバ削り、ちまちまね、ラバ削りやっていきます。ね、陸が、まあ、バルキリー縦戦、プリンスなんで、まあ、ちょっと硬い方かな。よいしょ。なんか、ラバにプリンス、あったかな、今まで。めっちゃ昔にもしかしたらあったかどうかぐらいの、はい、激レアな気はしてます、はい。さ、ダイナマイトゴブリンね。あいつはマジ壊れなんでね。おぉ、まあ、それ枯渇ね。いや、ヤナアメボイドザップか。いや、これフェニックスね。これで言ったらしばかれるんでね。痛いとこではありますが。まあ、さよならしますか。お別れ。ボイドなんだかんだ。ねえ、強い気はしてる。これラバ展開したら始まりないと、ダイナマイトゴブリン来るんで、まああんま行きたくないね。で、ケツナイトには出しちゃうよ。で、多分ね、テスラとプリンぐらいしかないんじゃないかなって思ってます。あ、エイム悪子。まあ、こんぐらい許容でいいか。で、フェニーで守って、相手のプリンはね、ヤナメで処せるんで、テスラだけね、破壊できればよかったんですけど、むずいな。なんか無理やり突破したら結構いい感じな気はしたんですけど、あのカチカチ野郎がね強すぎる。うのフェニックスナイスすぎる。まあでもこれができるのがこのデッキの強みではある。わあ、そのダイナマイトゴブリン防衛エロいな。よし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 。最近ねこのプリンセス系のデッキも流行っているんでね、正直ラバだけで削れはする。進化バリキリちょっと強くね。守ることができればね。やなめでいっか。ナイトダイナマイトゴブリンとか来ても正直バリキリで。よいしょ。でまああとは適当にカード回ししてテスラさえ壊せれば。っていうね。いや、それを抑えてくんのね、偉いというかね、うまいね。それバルキリーカンプあるんで、これ強いよ。え、カンプはなんで？やる気の問題？いやだ、プリンスがね、悪くないの。正直、端前ラバして、テスラにボイド打って、もう、逃げ切りたい。でが、一発当たってる。いやー、これでね、意外とヤナメのダメージもあるんで162か。ヤナメ打ってザップ打ってまあ勝ちというね。ラバ削りでさえラバ出して、まあ、あとなんか全部相手に合わせるイメージだな。テスラが来て余裕があるならボイド打つし、まあウィザードとか、フェニックスとか、まあ、ユニット来たらボイド打つで、小物系プリン系だったらヤナメ打つで、相手が攻めてきたならまあ他のカードで全部守る。ラバ出してから考えればいいだけなんで結構使いやすいと思うんですけどね。俺はめっちゃ好きなんだけどな、ラバデッキ。なんかそんな日本プレイヤーは使わないイメージがあるよな。まあイメージだけですけど、なんか枯渇とか三重死とかの方がまあ人気のイメージはあるが、まあ、ラバ出してから考えるだけなんで、はい、おすすめです。おいプリンス、プリンスマジ強えんだよな。安全メッシまず。ああもうまず。安全メッシまずすぎん。いやーこれでタワーおられんのかっていう話ですよね。強すぎん。
まあ、潜り込ませたプリンスでとかどう？おお、いいね。まあいらん可能性もあったが、やべえなーマジプリンスってさ、どうやって芝生にやっていう話よな。今ので止められないならさ、もう無理やんってなるよな、正直。いやでいけー、よしよしよし耐えれればね。いやもう呪いによってさ、バルキリーとかプリンスが突破されんのがさ、無理ゲーすぎてさいや無理ゲーなんだよな本当に。守るしかないけど、守れるかな。え、進化バルキリーや俺、熱っ。ちょっと強そうじゃね防衛、まあ、形組んじゃうかえ、強すぎん？アンテナシー、やば、最強すぎ、なんだこれこれやばくない？いや、多分これを守るようにバルキリー、進化バルキリーとまあ、プリンスと盾戦があるんですけど、なんかあれ、こんなんだったっけあれ簡単か形組んで呪い打つ方が簡単かなとか出さずに冷静に、すごいな。まあこれがね現環境なんで仕方ないんですけど、よいしょ。いやもうさ、無理やり突破しようとしてくんのやめてほしいなで突破されんのがね納得はいかないよな。普通に止まってほしい。まだ止まんねえんだな、まあ、ゴブリンの呪いね、厄介すぎるな。いやー、まあこれ一旦自陣で回収でもいいな。でフェニからのラバで、あいつ多分対空ないサイクルなんですけど、めっちゃブッパが来そうっていう話よね。いやー、また守れねえかな。どうだろう、程よくね守りたいんですけど。安全メシまあちょっとぐらい許容するか。よし、でディガーは無視しよう。あー、まあそれぐらいだったら受けるか。呪いとか打たれたら怖いが。でここは俺のプリンスがなんと刺さるサイクルではありません。相手縦線裂いたんで、呪って負けんな。いやいい、縦線裂いたの、めっちゃいっても良さそうこれ。で左が多分落ちるんだよ。いやいいね、いやいい、とか単純にもうプリンスでタワーが折れる、やばい、熱い、強すぎる。まあでもネクストの、やばい待って、プリンスでタワーが折れる、え、バンク、やばすぎる、え、260です怒られてるけど、やばすぎん？なんだこれ？プリンスか？圧倒的壊れすぎないか、さっきから。お、待って、トウ最強来たぞ、おい。最近ノリに乗ってんね。新星です。かわいい、それ。
いや、プリンスは刺さるよ。スケね、あ、プリン系のデッキかな。ドリルもあるわ。まあそういうデッキ今ちょっとラバに弱いんでね、勝ちたいとこではある。ワンチャンロキ来るかこれ。いや、いいね、これだけできつそう。多分プリンセスロケのテスラだと思うんだよな。よし、正直これだけできつい相手で。対空プリンね、どうやって守ってくんだろう。ファイスピのエイムがいいみたいな話。いやー、マジそれやべえわ、これ。それやべえな。それやべえな。そんな守れんのか。いや、でも相性は絶対いいぞ。絶対相性はいいぞこれ。いや、これバルキリーからの方が良かったな。多分逆サイをちゃんと攻めてフェニックス単体でみたいな感じだよな。えらい。まあゆっくり俺はラバ展開してから考えるか。最強きた。まあプリンスが結局ね、これで走れるもんな多分。いや、意味わかんなすぎるだろ普通に。よし、いいね。まあ延命来るだろうな。でも、いや、でも無理やりね。プリンセスいねえのかな。いや、いいね。きつそうきつそうきつそう。対空テスラだけだなこれ。ロケがね一応ある。これルート強、あ、普通に誘導されるか。いや、でもあれダイナマイトサボりそう。まあこれが相性というものなんだろうな。あとはプリンスの壊れという。プリンスバグだろこれ。え、はいはい。はい、0100相性です。これがすげえな。まあ最近なんかこういうねダイナマイトゴブリンが強いんだよね。そう、それのテストラデッキとかも流行ってて、そこに対しての相性が取れるのがでかすぎたか。まあターさんは前シーズンで世界9位で3位も直近取ってて、クラロワリーグでも2位か3位かとか取ってね、はい、今年の世界大会も確定してるね。レベチ選手ではございますが、相性取れれば関係ないっていう。よいしょ、マジの壊れデッキだ。あー、クエイコグ的な。ちょっとやだね。まあ一発入っちゃうな、プリンス多分。あー、いてー。さあ、まあ今回の相手にはテスラスケアイスピで多分マイティーかないとかあるんで、まああんまりプリンスは刺さらないが、ラバ削りはできるんじゃないかな。ボイドとやらめあるんでね、ロケコをしばきながら、まあここに打ったらね、相手のテスラがだるいんですけど、うわ、えらっ、そんなケアまでしてくんのやばいね。いや、しかもテスラ残っちゃったんで、いやー、まあ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 、ホグ来たらこれ走るか、走るプリンスにしよう。来ないね。この距離ぐらい走れそうじゃね。なんでやねん。まあ結局一発なんで、もう一個下ぐらいのスタン走れるっすね。さあ、ネクスト進化ロケコね。
いや、早いな。判断が早い。いや、どう考えても相性はそうだけど、進化テスラ防衛によってみたいな。絶対来るやん。よかった、警戒。いや、全然いい。あそこのテスラにもボイド当たるんやろ。このロケコが飛ぶのでかくね、これ。まあ、テスラが残ったけど、完封できねえか。一発ね。やべ、そんなことある。いや、でもラバー削りは入っている。いや、いいよ、守ればカッチリではあるが、いや、プリンスうざそう。頑張って、ミスった。逆に、逆でもなんでもねえけど、事故れ。なんで残ってんねん。いや、一生守れば俺勝てそうじゃね。ネチネチ戦法発動。熱い、あっち行け。あいつ来た来た来た。ネチネチ呪文削り戦法、オッケー、オッケー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 。よ、防衛強えわ。まあ、ダガーだからっていうのもあるな。相手のホグ基本ユニット1枚あれば止まるしな。よしよし、よく耐えたね、よく耐えた、よく耐えた。まあ、これテスラプラスの高回転系のデッキにはね、ものすごい刺さってんな。なんか、まあ、プリンスの方がね、ご利用されて負けてるイメージあんな、今んとこね。守れそうだけどな。守れなかったっすね、全然。これ入っちゃうのかな。あー、いや、今のでダイナマイトゴブリン入るなら普通にヤナム打たずに許容でよかったんですよ。まあ、テスラ、いや、このラバキスリ強いな。でも、え、せっかくザップ打ったのに。まあまあ、さあ相手は、ああ、多分マシンもワンチャンいるか。これゴブ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 デッキだ。違うっけ。いや、これダイナマイトゴブに鬼脅威はあるわ。ドリルだけ守ってダイナマイト無視でもいいかもね。来なかった。まあ、マジでちまちま行くのが大事な気はする。いけ、まあ、一回ならば見送りか。もったいないが十分ではあるか。で、ザップだったっすよね。ロケとかはない気がする。いや、いいね。で、ここ矢の雨だけで。耐えて。で、進化テスラーかな。
あー、それ強いな。いやでも思ったより垂れちゃった。フェリーも行ってでかい。これラバ追加もある。全部ゴブリンになっちゃうけど、すごい。やばい、ゴブリンの量がマシマシすぎる。いやもう絶対きつい相手。ネチネチ呪文削り、いけ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 、ラバいけ。いやマジラバー強えな。プリンス相性いいように見えて、逆にプリンス以外に相性いいかもしんないね、このラバ。テスラには勝ってるもんね。さあ、枯渇クラン、あれが欲しいな、ラバが。まあテスラ系だよな。いやー対応するか。サイダー合わせた方が良さそうね。はしまいプリン、これボイド打つか、しゃーなし。いや裏かな、さすがに。えらい。いやでもこれは許容です。逆によ、こっからはきついよあなたっていう。いやーこれやばいよプリンス。ボイド警戒、相手がうまいからこそされて、あーうまいな、その1回1回にニットの位置ね、ちゃんとテスラにボイド警戒をしてくれたからこその成果でさえ。まあ1400と2400か。まあ進化ザップとバルキリとヤーメあるんで、まあ、進化スケのケアもしやすいのはでかいか。ここ怖いな、ケツラバー行くかどうか。ものすごい来そうなんで。そうね、マジ怖かった。待ってよかったね。バルキリーとか出すだけでも強そうだけど、ちゃんと守っても強そう。どっちの未来もあります。いやバルキリー便利ですね。手前か、頑張れば耐えれそうだけど、頑張んなきゃ耐えれなさそうではある。いやマジで耐えれそうだけどな、これロケ2周相手打ってくるのか。内側だ、でかいこれ。でだんだんときつくなってくる相手。このプリンスがなんか気づいたら暴れるんだろうな。オッケー、耐えましたね。いやマジテスラ系統に対してのね刺さりがいい。さあ一世さんね、プリンスを走らして勝つ。まずは初手ラバ、いやー入るんだな。700ダメ、痛すぎる。足前であれで成立しちゃうのよくねえか。まあなんだろうな、呪文が呪いか。おや。いやマジプリンス、えちょマジで。
謎ではある、本気で。やばいなプリンス嘘って言ってほしい、イカれてる。やっぱマジでまずい。やーでもいい突進マジプリンスやばすぎる、怖すぎる。うまいそれ。え、無能プリンスいる。いや多分ペッカもいるんですよ。ペッカプリンスラムダ。いやマシマシモリモリだな。守れるかなこれ怖すぎるんだけど。まあここはケツラバ行くっすね。進化ザッパあるんで。ダイナマイト来るわ。いやマジイカれすぎだな。なんで俺今なんで突破されたのかさ、普通に教えてほしい。呪いか、バルキリーがあんな早く行かれないもん。普通はいやウィザード強えマジで守れる気しねえ、やばすぎる。なんだこれなんだこれマジ。形組むゲーか、形組むデッキマジで強えな。どうする全然守れないんだがお互い守れないんだが、プリンスが止まらないんだが、まあ正解なのかはわからないが、こういうパターンもあると。ロケー卵生まれる、でかいこれ。あっあっ、なんだろこれさ、フェンにも咲いたから端前プリンスちょっとあったけどな。折れないのか、折れてほしかったな。まあケツラバして考えよう。みんなこんなデッキだな。もう形組んでプリンスで破壊するか、テスラ植えてドリルとダイナマイトでも破壊するか、究極の2択。え、おいしい。ああ卵欲が出ちゃった。まあ480、これラバで削っとくか。ここ進化テスラのサイクルで普通にそんな削れないと思うんで、まあ守りながらね。いや強いそれ。いやいい、オーケー、爆入ってない、でかすぎー。お、捨てた。まあさすがにね、
マジで体育テスラしかないもんな。一番恥ずかしいやつね。どっかにあったんだ。にゃー、進化バルキリー。いやー、テスラ系には杖が。マジプリンスたまんねえわあれお互い様。さあ、というわけでラバープリンスね。いや、マジプリンス想像以上に強えな。なんかまあ俺のプリンスで勝手に勝てることもあるんですけど、相手のプリンスがね、意外と達戦バレキリやっても、まあ呪いとかでね、結構突破されて難かったな。まあ守れることができればね、本当に何でも勝てるね。はい、最強レベルのラバーだと思うんで、皆さんもね、ぜひ使ってみてください。ちゃんと声がもらっしゃっすでは、おっしゃまたねー。